はい、西山動物園のナイトズーに、お越しいただきましてありがとうございます。はい、今から、レッサーパンダについて少し知ってるともっと楽しめるかもっていうちょっとお話をしたいと思います。はい、いつもは2時半に、夕食を食べているんですけども、はい、今日はナイトズーということでちょっとお預けしても我慢してもらって、はい、はい、ちょっとそれまでお腹が空いてると思うのでリンゴをあげながら、お話をしたいと思います。こちらで、はい、まずは、この子たちの、紹介をちょっとさせてもらいます。はい、はい、まず、はい、この子、はい、この子はデイファーちゃんです。お座り出しが、ね、得意ですかね。あ、今ニコちゃんも、はい、上にいるのがニコちゃんです。今ニコちゃん降りてくるかな。はい、おいで。はい、はい、
このニートちゃんとレイファちゃんは2019年西山動物園で生まれましたね。はい、今年で、今年5歳になりました。はい、はい、この双子ちゃんですが、まあ、それぞれ、ね、性格がありまして、はい、まずこのニートちゃん、ニートちゃんはちょっとマイペースですね。でちょっとおっとりしてちょっとのんびりしてますね。はい、こちらのレイファちゃんは、まあね、ちょっと結構活発で活動的ですね。はい、はい、この、レイファちゃんとニーコちゃんですけども、はい、最近はね、このレイファちゃんが、ちょっとぽっちゃりしまして、ムチムチボディになってしまいました。はい、それはちょっとのんびり屋のニーコちゃんがですね、ご飯を食べるのがちょっとね、ゆっくりしすぎて、早く、はい、レイファが食べちゃう、レイファが先に食べちゃうので、それをちょっと横取りして食べちゃうので、ちょっと体重が増加してしまっています。なので今ちょうどダイエットを進行中でございます。この通りちょっとね、レイファちゃんの方が食べるのが早くて、はい、ニーコちゃんがどうしてもね、遅くなって、ね、食べるのが、ね、食べられなくなってしまいます。ほら、はいで、ね、はい、はい、ではい、あ、ダメだ、はい、ダメだ、ダメだ、はい、はい、いつもはね、3時半、あ、2、まあ、2時ぐらいかな、リンゴタイムをしているんですけども、今日はこの日のために、ちょっと我慢してもらって、はい、うん。はい、最近この双子のレイファちゃんとニコちゃんですけども、それぞれ最近マイブームがありまして、はい、ニコちゃんの方はこちらに落ち葉が集めてあるんですけども、これは落ち葉プールって呼んでます。この落ち葉プールで背泳ぎみたいな格好して落ち葉をかき分けて遊んでいます。あとニコちゃんはよくこの東屋の天井を登ったり、そういうのが結構お気に入りのようですね。はい、そしてこのレイファちゃんは、ね、サイコロ型の、あ、ちょっと持ってきてないけど、サイコロ型のフィーダーっていうのがあるんですけど、そのフィーダーでよく遊んでいます。このフィーダーっていうのは動物たちが退屈な時間をですね、少しでも減らしてもらおうと、食事の時間を長くさせるための目的で行っていますが、あ、そんなダメよ、うん、その、はい、あげるよ、はい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 、このレイファちゃんとニコちゃんですけども、ね、こういうふうにちょっと喧嘩するときもありますが、はい、すごく仲の良い、姉妹ですね。まあ、このレイファちゃんが、ね、結構喧嘩するときは結構仕掛けるんですけども、本気出すと結構ニーコちゃんの方が強いかもしれませんね。はい、このように今リンゴを手で持ってレッサーパンダは食べるのが特徴ですけども、はい、ちょっと出してくるね。ね、はい、レッサーパンダには第6の指という
呼ばれる手指骨があるんですね。その手指骨を、器用に使って物を掴むことができます。はい、大出くん、リンゴ追加して。リンゴなくなっちゃったよ。はい、はい、あとレッサーパンダには、利き手があるのはご存知ですか。右利きと左利きがあるんですけども、西山動物園で今現在12頭を、飼育していますが、そのうち右利きと左利きは大体約半々ですね。はい、このニーコちゃんとレイバちゃん、今まで見ててどちらがニーコちゃんの時に左利きか右利きか分かりますか。はい、今リンゴあげて答え合わせします。はい、ニーコちゃんどこ行ってるの。大きいリンゴ。ニーコちゃん、はい、リンゴよ。リンゴいいよ。はい、はいはい、はい、で、レッサーパンダは皆さんどういうイメージを持たれていますかね。可愛いとかもちろんあると思うんですが、はい、中にはレッサーパンダは凶暴なんじゃないのっていう思われてる方もおられるかもしれません。ですがレッサーパンダは逆に、少し、怖がりで、あと、まあ、ちょっと警戒心が強い動物なんですね。まあ、野生では、まあ、いろんな他の動物に襲われたり危険があるということで、やっぱり警戒心があるというのはレッサーパンダの本能かなと思います。はい、では、はい、ニーコちゃんはどちらで持つでしょうか。はい、ニーコちゃんは左利きでした。ニーコちゃんも左利きですね。はい、このニーコちゃんとレイバちゃんですけども、はい、まあ、西山動物園には今レッサーパンダを飼育している担当者が数名おりますけども、はい、飼育員の顔とか、声を、覚えていてくれています。はい、レッサーパンダ社の前を飼育員が通ると、こっちをちらっと見てじーっと見たり、はい、そして反応してくれます。あと、飼育員の歩いてくる足跡にも、反応しています。はい、はい、レッサーパンダの、ちょっと見分け方のポイントをちょっと、説明したいと思います。このニーコちゃんとレイバちゃんは比較的区別がつきやすいかなと思うんですけども、はい、まずこのレイバちゃんですね。レイバちゃんは、ニーコちゃんに比べると顔が白っぽい、白の部分が範囲が大きいですね。あとこのニーコちゃんとレイバちゃんは小柄な方ですけども、もう少し大きい、ね、体格のレッサーパンダもいます。あと尻尾とかもうちょっと太い子や細い子などいろいろいます。あと、体の毛も太い子や濃い子かったり太かったりそういうさっきお腹の上で、はい、ね、はい、レッサーパンダは、春に、
寒毛というのがあります。寒毛は、夏に向かって、まあ、暑くなるので毛が、一度生え変わったりします。なので夏はちょっと夏に向けてちょっとクリームになったりします。そしてまた冬になると、毛がモコモコになってきます。はい、現在のレッサーパンダはですね、あ、暑いのに弱いので熱中症予防として、昼間とか特に、まあ、寝室に、エアコンが効いてるんですけども、寝室と出入り自由にして、対策を行っています。まあ、最近はあの動物福祉とかに結構、皆さん、あの関心を持たれていると思うんですけども、まあまあ、こういうのも昔からなんですが、まあ、動物ファーストといいますか、まあ、レッサーパンダは、ね、一番快適に過ごしてもらおうということで、まあ寝室に入ってしまって、見られないっていう場合も出てくると思うんですけども、まあ、そこのところはレッサーパンダのためにご理解をいただいているところです。結構レイファーちゃんの方が積極的に食べ物を欲しがるので、はい、どうしても体重が増えてしまうので、最近はまあ、ご飯の時は、人を分けて、あげたり、対策を行っています。このどっちだ。もう一気にどうなる。まあ、これからあのレッサーパンダをご覧いただくときに、まあ個体識別といいます、ね、レッサーパンダを見分けることが、できるようになると、もっとレッサーパンダのことが、分かるかなと思います。そういう見た目とかだけではなくて、その子の、特徴ですね、仕草とか行動とか、そういうのが、だんだん何回も見てくると、たとえ、写真を見ても、あ、この子はレイマちゃんだとかミートちゃんだとかが、分かるようになってきます。はい、はい、これでリンゴもなくなったところで、はい、お話もこれで終わりたいと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。